no J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は J1 第10節ですね。いやもう10節なんですね。J1 もですね、えー。セレッソ大阪対浦和レッズですね。マッチプレビューやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということで、まあえー、サムネイル出しておりますけどつ2日目4連勝ということでございますね。いや、苦しかった。2月3月を終えて4月は絶好調の浦和レッズでございますけども、まあ、そういうことで今回ね、マッチプレビューやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということで、えー 今シーズンのここまでの両チームの成績、こちらですねセレッソ大阪が現在勝ち点17で5位でございますね。まあ、ちょっと消化試合に差があるんですけども、まあ、現在17で勝ち点五位と、えー、ゲート・ゲージが勝ち点17で5位ということでございますね。失礼しましまたね直近5試合でいうと、セレッソ1勝2分け2敗ということで、まあ、実は勝てていないと、一時期、ね、セレッソ大阪も連勝があったんですけど、どうも今シーズンのセレッソ大阪を見ていると、 波がある、そんなイメージでございますけどもね。で、前回対戦は昇格組、えー、徳島に1対2で敗れるということで、ちょっと波乱なゲーム。まあ、最後ね、本当徳島の、えー、粘りといいますか、最後まで攻めた結果、まあ最後ちょっとね、残念なあれプレイになっちゃいましたけどもね、まあそれしょうがないんですけども、まあ、その前に点が取れていればな中間のねゲームでございました。んで、えー、対する浦和レッズでございますけども、今シーズン勝ち点は14で10位で50 10位10位でございますね。んで、えー、直近5試合で 3勝1分けいっぱいでございますねで、まあ。直近5試合では3勝1分けいっぱいなんですけど、4月に限って言うと、もう本当連勝中でございまして、まだ負けも引き分けもない、4月は全勝でございますね。で、その浦和レッズは対徳島、前回対戦は徳島に1対0で勝利しているということでございますけれども、さその、まあ、マッチプレビュー入る前に、両チームのまあ前節のスタメンですね、そちらを見ていこうと思いますけれども、スレッス大阪は水曜日に徳島とゲームがありました。その時 ののはご覧の通りりとなっておりますやっぱりちょっと怪我人が多いっていうのとまあ、その怪我人が多いからこそ普段出場機会のない選手たちがちょっとね奮闘しないといけないところであるんですけれどもなかなかこう難しい時期を過ごしているのかって感じがしますけどもねで対する浦和レッズは、まあ、最近ちょっとずっとこのフォーメーションですね4 1 4 1でございますやっぱりこう西選手がスタメンに定着したりとかまあ、この形始めてから調子が上がってきたのでこの試合も期待できるんじゃなかろうかと個人的には思っております。 ますね、というわけで、えー、マッチプレビューでございますね、えー、4連勝や堅守セレスソ大阪の牙城を崩せということなんですけれどもしかしちょっとね堅守って書いているんですけれども、えー、ちょっとセレスソ大阪も実は失点数が、えー、増えてきたということでございましてまああの10人相手だった福岡はですねアビスパ福岡とのゲームもまあ二失点している複数失点がついている、えー、セレスソ大阪でございますねだから堅、ま、守、あ、って書いているんですけれどもちょっとねこうピンチはそんな多くないイメージなんですけれどもやっぱりこう 決決定期を作らられれててししままままううとそのめアビスパ福岡戦とかまさしくそうなんですけども難しい時期を過ごしているなという感じでございますけどもねでただしまあ浦和とセレッソ・サカ昨年のアウェーでいうと3対0で浦和が敗れているわけでございまして、まあ、多分あの時徳良選手と、まあ、あと坂本選手の活躍ですねすごい、えー、ターンを決めたのが坂本選手、えー、だったような気がするんですけど、まあ、坂本選手は言っても、えー、すごいターン切り返しを見,て見せてくれているんですけど、まあ、そういうことであんまり イメージのない a セレス大阪戦なんですけどで、まあじゃ浦和レッズはこのセレスを逆相手にどう戦うのかいって言うと、やっぱりこうサイドスペースをどう使うかになってくるかなって思います。まえ、あ、最近のセレスを坂見ていると、まあちょっと最近アビスパ福岡とかサガン鳥栖とか徳島とかまあ、ゲームしていて何試合か見させてもらったんですけども、このサイドスペースですね。カウンターの時にやっぱり開くんですよね。こうまあ、セレス大阪のサイドアタッカーって言った。清武選手とか西川選手でサイドバックで言うと丸。 選手とかスラリック選手とか、まあえー、とかね本当素晴らしい、えー、攻撃的な選手が多いんですけれども、こうセレッソ大阪がポゼッションして攻撃が終えた後のトランジションのところがどうしてもちょっと遅れているっていうイメージがあるんですよね、こうだからまあカウンターを発動させやすい、相手からしたら発動しやすい、えー、状況になることが多いので、ガレッツからしたらそこのスペースですよね、そのまあサイドスペース、まあ、結構大きなスペースがあることがあるので、そこをどう使うか、浦、ま、和、あ、でいうと、秋元選手とか関根がそこにまあ飛び込むことが ができればサイドの攻略へ、えー、有利に立つんじゃないかなと思っておりますけれどもねんでまあ逆にですけれどもここはやだなっていうのはセレス大阪カウンターがすごいんですよね逆にこのセレス大阪もカウンターが鋭いチームでございますんでセレス大阪のカウンターってこう外から外からっていうよりも結構中央からカウンターを仕掛けるこのカウンターのコースっていうのがサイドサイドまあ外外ではなくサイドサイドって言い方おかしいな外からのこうカウンターっていうよりももうっとゴールに直結するゴールに向かって一直線に走ってくるこのカウンター カウンター中央突破型のカウンターでございますのでちょっと変な奪われ方とかして、まあ、前節で言うと豊川選手とか大久保嘉人にこう前を向いた状態でドリブルはさせたくないなというのが正直あるので裏側、まあ、からしたらやっぱりケアするのはカウンターの時の中央のレーンと、まあ、逆に裏がセレッソの嫌なとこつきたいなと思うならセレッソのサイドバックの裏サイドスペースになってくるかなとだからお互いのなのなで、まあ、お互い攻撃したいスペースからしたらセレッソ大阪は真ん中のレーンをカウンターの時うまく使いたいので。裏 レッッツかららしたたのこのののサイドバックが上が上った後の裏スのスペースこのちょっとトランジションが遅れる癖がセレッソソーが最近見えますのでそのサイドバックの裏上がった後の裏のスペースをうまく使えることができたらなという感じかなと個人的にはですけど思っておりますね。で、まあ、ちょっとここを、ね、数試合見ていてさっきも言いましたけど昇格組にここまで苦戦をセレッソーサーがしておりますしかもホームで苦戦しているということで、まあ、アビスパ福岡には2対2でドローしかもこの試合はまああの10人アビスパ福岡10人だったんですけども 先制点許してしまって、でまあ、アビスパ福岡も守って守って数少ないチャンスを決めたのがこの試合のアビスパ福岡でございました。で、まあ、結果2対2のドローでなるんですけども、まあ、多分気持ちよく試合を終えたのは同じ結果でも福岡だったんじゃないかって感じがしておりますけどもね、で、徳島、水曜日の徳島っていうと、まあ、この試合もちょっと最後ね、うーんって感じがするんですけど、まあね、ああいう形になる前に点が取れていればなっていうのが、多分、えー、セレッソ大阪側のまあ気持ちかなって思うんですけど もしておりますでますであこのん数試合のセレッソを見ているとやっぱり点が取れるときに取れていないのがちょっと残念かなって別にこの、えー、攻撃の形がセレッソが悪いとかじゃなくて結構もうファイナルサードまでの進入は、えー、できておりますでそこからい、e、いクロスまで上がるんですけどもいかんせんなかなかねそこで決めきれないっていう不思議な現象が起きていますまあ、鹿島もねそうなんですけどもね、えー、鹿島もチャンスは作れど作れど決まらないというのが最近の鹿島アントラーズだったんですけどセレッソもちょっと日 ようななな状況ののかって感じがしますす控え組ははチャンスのはずなんです今ちょっと、えー、怪我人が多い中で、まあん、ちょっと控えメンバーって言ったら失礼かもしれませんけども、こう、えー、レギュラー争いに、まあ、加わっていた選手たちが主力の怪我で、えー、出ている、そういう選手も多い中で、チャンスなんですけども、そこがうまく、まあ、生かしきれていないのかなって、えー、思っておりますけどもね。で、まあ、ちょっと少しペースダウンから大久保吉人ということで、ちょっとゴールが、えー、遠,ざ遠ざかってきている、まあ、大久保吉人自身の動き自体は別にこう、えー、悪いとかじゃなくて、やっぱりペナルティエリア、 外でも中では怖いなっていう感じがするんですけどもしかしちょっとゴールのペースが落ちてきたかなって感じがしますでやっぱりスレス大阪でいうと豊川もそうなんですけども途中出場で出てくる加藤選手とかその辺も非常に怖いで中島選手もそうなんですけども結構スレス大阪は控えに嫌なメンバーがいるまあ次のゲームがどんなメンバーで来るか分からないんで控えがどうなるか分かりませんけどもしかしやっぱり控えにも本当に嫌なジョーカータイプの選手がいるので浦和レッズからしたら先行逃げ切りで 行きたいかなってやっぱり加藤選手とか本当途中から出てきたら嫌ですので、まあ、その前にやっぱりリードしておきたいかなって感じがしますけど。まあ いずれにしてもやっぱ昇格組に苦戦はしているとはいえ、このアビスパも徳島も今シーズンは昇格組とは思えないような、えー、この勝負強さを見せてきますので、もうほんと一概にこの昇格組に苦しんだセレッソ大阪だから浦和レッズも、えー、勝てるぜみたいな感じでいくと敗れてしまう感じが、えー、します。別にこの福島、福島島じゃない福島福岡、徳島ですね、いやー、今、福島ユナイトと出てきましたけどね、えー、福岡、徳島がまあこの弱いから、そんな弱い相手にセレッソが引き分けたとか、まあ、負けたわけじゃなくて、この福岡も徳島も十分強い。 強かったチームででございますでえそこにセレッソ大阪がちょっと苦しんだ感じがしますので、まあうんさっきも言いましたけど、本当に浦和レッズからしたら、いや昇格組に苦戦しているセレッソなんて余裕だぜみたいな感じで見ていると、痛い目に逆に合わされるかって感じがしてえおりますので、まあ、気を抜かず本当え、戦ってほしいと思いますね。はい、えー、ということで、今回、浦和レッズと、えー、セレッソ大阪のマッチ、プレビューでございました。いやー、本当ね、えー、どうなるか分かりませんけども、まあ、ただ、ここ、本当、4連勝できれば非常に大きな、大きな、まあ、本当、波に乗っている状態となると思います。本当ユンカー 選手来る前に、えー、ある程度ね、地位を固めておきたい、この裏の攻撃陣だと思うんですけども、本当、えー、この試合、オフェンス陣の奮起、えー、雰囲気期待したいと思いますね。はい、ということで、以上、パラフォンスでリーグサッカーチャンネルのツッツンでしたよか、ったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら